Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi siamo in compagnia di Shungiku Ushida e la fidanzata di Minami è il tuo primo manga pubblicato in Italia. Come è nata questa opera? Kusumi Masayuki という知人が今の孤独のグルメのお話原作者やってる人なんですけども、内田さんの絵は小さい絵でもこう柔らかそうな女の子が描けてる絵だから、ちっちゃい女の子の話を描いてみたらと言われたので、それで描き始めました。L'opera è stata adattata anche in un live action. Sei stata coinvolta personalmente nella realizzazione e cosa ne pensi del risultato finale? 最初に話、ドラマも映画も話来たんですけど、最初でもいろんな打ち合わせはしたと思います。あとはちょっとだけ出たりもして、私俳優もやってるんですけど、あとは何回かやってる時にその本当の高校生の年齢の俳優さんを使った方がいいですかとか、そういうことも聞かれたけど、いやそんなこと全然って言ったりとか、私がそのテレビドラマになった時、テレビ番組の紹介の雑誌に宣伝のためにちょっとしたスピンオフを書いたりとか、いろんなことをしました。Nel tuo primo romanzo, Father Fucker, racconti dei maltrattamenti e degli abusi che hai subito da piccola. Credi che riversarlo nella tua arte sia stato liberatorio da parte tua? 結果そうなったと思います。仲良しの精神科のお医者様から初めて患者が書いた患者側からの話で、いいテキストとして非常にありがたかったと言われたり、その書いてる時はそのこんなことよく本当の親がと思ったり、その悩みもありましたけど、作品にしていく楽しさっていうのはまた別で、非常にそれで楽になったと思います。E ti sentiresti di dare qualche consiglio in particolare a chi magari si trovi nella stessa situazione? 今はね、私にも子供が4人いるんですけど、学校で親にも言えないことを相談するお部屋とかがあるんですよ、カウンセリングルームが。それでそれはいい時代になったなと思って、私の頃はとにかく外ではそう家の中で起こっていることを外には言わないようにっていう母がなんか圧力をかけるっていうのがあって、それやっぱり大変ですよね。でやっと話せたボーイフレンドがやっぱり学校の中だとちょっと悪い子だったりして、でどんどん私も一応社会的には悪い子になっていくんですけど、なんかそうしないとだってね、健康にっていうか、嫌なことされてるとどこか歪みが出るから、その体が参ったりとか、普通の人のように暮らせなくなってしまうので、とにかくその受けてる嫌なことはその物語として外に出すと、作品はそうですね、物語として外に出すとお話がロングに見える、カウンセリングでも同じですけども、物語を取り出して出すということがまず救われるのにいいことだと思います。Ha realizzato anche un manga sull'educazione sessuale, appunto. Come pensa che sia l'educazione sessuale in Giappone in questo momento? Se pensa che sia carente o no? 少しずつ良くなっているとは思います。私が子供の時は月経わかる？月経ってペリオド、はい、のことを女の子だけ別のお部屋で教えるのに、はい、赤ちゃんの養分が一度お腹にたまるけど赤ちゃんができないと捨てられますっていう、すごく間違ったことを言われたりとかしてたんですけど、私の子供たちを見てるとちゃんと率直に、私の子供たちの学校は率直に行ってますね。でもそれやっぱばらつきはあるみたいで、そうはっきり
言わないように頑張ってなんかいい話にしようと、いい話とか、さっきもリカちゃん人形の話ね、はいはいはい、あのこの鳥が運んでくるとか、はい、あの赤ちゃんはこの鳥が運んでくる、はいはいはい、ベイビー運んでくるとか、はいはい、あとは私も学校に頼まれてお腹が大きい時に生徒たちの質問を受けてくださいって言って行った時あるんですけど、何回ぐらいセックスしたら赤ちゃんできるのって聞かれたんですね。それでまあ稀に1回でもできるけど私はいっぱいしたって言ったんですよ。そしたら、うん、他の子のお母さんから電話かかってきて、うん、あの性教育ありがとうございました、でもねうちは一遍だけでできたって言い直しておきましたんでって言われたり、それはまだまだ。Per gli amanti del manga più alternativo, Garo è quasi un nome mitologico. Hai qualche aneddoto, ricordo particolare che vuoi condividere con noi del periodo in cui lavoravi per la storica rivista? Garo è molto Nagai Shoichi-san, Nagai Katsuichi-san, che è un人が Shirato Sanpei-san, という mangaka が、あの、カムイ、カムイを書いて、カムイ外伝を書いてた。で、なんかガロってカムイに出てくるキャラクターの名前らしいんですよ。で、あのカムイ外伝かな、カムイ伝、忍者の話です。はい、で、白戸三平さんがあまりに原稿を書くのが遅いとか、あの普通の雑誌では難しい方なので、自分で白戸さんのために雑誌を作りたい、あとは新人も育てたいっていう、その2つでガロを作られたというふうに聞いております。 I tuoi figli hanno per nome le lettere dell'alfabeto greco. A cosa è dovuta questa particolare decisione? アルファはプラスアルファとかのアルファで、日本だとあの未知数とかいうよくまだわからない要素という意味なので、そこに可能性っていうふうに、だから男の子でも女の子でもアルファでつけようと思ってました。まさか4人続くと思わなかったので、それがベータになり、ガンマになり、デルタまで生まれたので、すっかりなんだかお笑いのチームみたいになっちゃったんですけど。Quali sono i mangaka che l'hanno ispirata maggiormente quando ha iniziato la carriera? E invece se ce ne sono alcuni anche tra quelli odierni che consiglia? いや、とてもたくさんの人に勝手に教わってると思うんですよね。あの、もうたくさんの人がいるからちょっとキリはないな。あと、あの個人的に仲良くしてもらった人とかもいっぱいいるし、小説だとね、あの師匠は、あの私の先生は筒井康隆さんなんです。筒井康隆、あの時をかける少女を書いた人ですね、はいはい、漫画は本当たくさんの人に憧れ、いろいろ教わりましたね。もうなんかスタイルが誰の何を書いても誰かの真似になってしまいそうで、すごく、あの迷った時期は長かったです。あんまり漫画家同士会うきっかけがないんですけど、会計士、税理士が同じ漫画家さんとね、一番よく会うの。その会計士が時々お食事会してくれるんですよ。だからあの佐藤修保さんのところ、佐藤修保さんってブラックジャックによろしくを書いた人なんですけど、佐藤修保さんですか、はい、ブラックジャックによろしく、あ、OK、ブラックジャック、若いお医者さんの話ですね、はい、その方がウェブマガジンも運営してらっしゃるので、そこで書いたり、とは鈴の木優さんって、あのコウノドリっていうのを書かれた、鈴木優さんですか、カタカナでユウですね、はい、で、あの子供が生まれる産婦人科医の話を書かれてたり、うん、あの最近はそういう人たちと会いますね。E a proposito della tua carriera di attrice, cosa ci puoi dire dei ricordi che hai di Takashi Miike, ad esempio, che è un regista che molto apprezziamo
in Italia è molto particolare. Molto visitor Q ですよね。Visitor Q。もうね、すっごい変わった映画なので、カルト映画としてとても有名な三池崇史カルトベスト3にも入ってるらしいです。で、あちこちの外国の方から 見たって言われるのでとても恥ずかしいですけど、最初はその母乳を飛ばしたりするようなシーンは全くなくて、私がたまたま母乳が出てた時期に三池さんが面白いから使うって言って本当はあの裸になるシーンが ある時に、前ドラマかなんかで裸にならなくてもよかったのに、こうシーツを巻いたらここが刺激されて母乳が出て、それが止まるまでスタッフがみんな待ってたってことがあったんです。それがあの母乳待ちが発生したので、その説はすいませんと最初に断っておいたんです。でその監督に、その時の監督に、飛ばしてもいいですよって言ったら、いや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 って断られたって、それを冗談のつもりで言ったら、三池崇史さんが、なんで使わないかなって言い出して、それで母乳飛ばすシーンが結局できちゃったんです。È tutto per questa intervista con Shunghi Uchida, che ringraziamo tantissimo. Arigato. Noi ci vediamo alla prossima e ciao.